皆さん、プレイヤーとこんにちは、ナシタです。今日は私の家にアナスタシアとリカが、ね、ごてた遊びに来ました。そう、ナシタがドイツ語も勉強してるので、あ、リカも勉強してるので、リゲイですきゅうあれすか、ちょっと私はよくわからないけど一緒に少しずつ勉強しよう。そうだね、ドイツ語もで、今日は、まあ、ちょっとスラブ人のおもてなしについてと、まあ、あとスラブ人の、まあ、東スラブ人の、お菓子について話したいと思います。なんかいろいろパッときました。日本のおもてなしは結構人気なんですけど、なんかベラルーシとかロシアでもなんか おもてなしがありますよね。なんかまるるんじゃないけど、まあ、普通に、ね、なんかお客様、ね、友達とか家に来たらなんかお菓子とかを、ね、買って食べさせる。あとお茶とか、まあ、ロシア人とベルジンはお茶が好きだよね。多分コーヒーよりお茶の方が、ね、とても好きです、ね、好きだね、うん、そうだから今日も私たちお茶を飲んでます。あれだね、緑茶なんですけど、パパイヤとパイナップルの味。そうね、お寿司ですとても美味しいですで、なんで家に来た友達になんかお菓子とか食べさせるか、まあ、お菓子だけじゃなくてなんかご飯とかもね、うん、あればご飯も食べさせますね。でなぜかというと、昔からなんかそういう風にやってたよね、スラブ人は。まあ、東、せめて東スラブ人で、昔はパンと塩を食べさせました。これを持ってて迎えに来たんです、ね、なぜ塩とパンを食べさせたか、なんかここのものじゃなくてパンと塩、うん、なぜか、なぜ、あ、なぜパンでしょうパンっていう飛び物を大切にして、そしてパンは豊かなシンボルだと思います。そして、塩もすごく珍しくて、そしてこれを一緒に持ってて迎えに来たのは本当に尊敬することでしたね。そう、なんか塩って、まあ、今はどこでも誰でも買えるんだけど、昔は結構なんか珍しい、そうです、まあ、調味料だったね。とても高かったです。そうだから貧乏の人とかは、まあ、あまり買えなくて、でなんかすごく大事なものとしてなんか、ね、捉えたんですね、だから大事なお客さんにその大事な塩を塩とパンをあげましたね。あと言われてるのは、なんか敵同士が一緒になんかパンと塩を食べたらもう友達になるって伝説があります。そう言われてますまあ今はね、多分パンと塩よりお酒かな一緒に飲んで、まあ日本もそうなんですよねなんか一緒に外食に行って、もしかしたら一緒に、ご飯を食べるのがそのようになったと思いますね。じゃあ東スラブ人のお菓子を紹介します。イエイ。多分そう、ベラルーシとウクライナとロシアでしか食べれないお菓子だと思いますね。だからね、めちゃくちゃ美味しくて、で珍しくて、ロシア語圏に行ったら食べてみてください。で具体的にをちょっと見せますね。じゃあどこから始めるか。じゃあパステラから持ってるから。はい。じゃあこれはパステラと言いますね。これはブラックベリーの味です。そう、ブラックベリーの味で、あと作られてるのはね、リンゴから。リンゴ？あ、そうです。入ってるのはリンゴと卵の白身。わからへん。まあ、ブルーベリーなんか、パンみたい。そうだね、パンに似てるね。パンっぽい、パンっぽいなんだけど、まあ、一番メインの材料はリンゴと白身、ね、めちゃくちゃ健康的で美味しい、いいんですよ。じゃあ、今、パステラを切っ
って食べてみたいと思います。え、久しぶりパスタは、うん、久しぶりです。なんかこれが伝統的な作り方のパステラ、本当に久しぶりです、うん、ね、なんか違うパステラもあるよね。なんか白くて、うん、なんか味もちょっと違うね。でもこれはもう本当に昔の伝統的なパステラです。このパステラは初めてです。あ、本当？初めて？だどうしたかね？だトビコは初めて。私は子供の頃からたくさん食べていたけど、新しいパステラが出た後に新しいパステラを食べることにした。あ、うん、なんか味が違って、うん、もっと新しいのは好きだっただけです。なるほど、じゃあこれは久しぶりだね。じゃあ比較できるまあ私も久しぶりだね。じゃあ食べてみよう。美味しい。本当に美味しいわ。リンゴの味がする。ね、子供の頃の匂い味も本当にリンゴの匂いがする、ね、これを食べてみてください。とっても美味しいです。これ好みがおすすめします。うん、うん、うん、やみつきになる味です。止まらない次はじゃあ次は多分ジフィールだね。うん、ジフィールはマッシュメロンみたいなものです。うん、とても美味しいです。甘くてとてもいい味がします。いちごの味とバニラ、バニラの味だねみたいな。何で作られた？何で作られたの？リンゴだと思う。なんか本当のジフィールはずっとリンゴから作られたと言われる、うん、このジフィールも、あ、リンゴは、63g が入っています。そうだね、一番メインの材料リンゴのピューレだ。いいんですよ。なんかちょっとマシュメロみたいなものです。でも、うん、ちょっと違います。もうちょっと硬くて美味しい。美味しいこれはあの、いちごの味。アナスタ、アナスタシーも取った。うん、バニラね。普通、うん、普通の味。私は半分にします。うん、これが一番好き。本当？そんなに甘くないから。うん、ボブロイスキーピシビークという工場は最近いろいろな味を作ってみて、なんかコーヒーのジフィールとか、ああ、そう、アブリピーファーがあるね。そうそう、ハーブのジフィールも、おられることが多いなので、なんかこれは一番難しい味だ、うん、まあ一番シンプルでオリジナルな感じですね。で、皆さん次はあのちょっと珍しいお菓子なんですけど、これはピーナッツとキャラメルが合わせたお菓子です。でもピルスだけじゃなくて、なんかひまわりの種とゴマもね、うん、あります。で、キャラメルと混ざって、なんか結構硬いんですね気をつけてください。はい、そう、はい、気をつけてください。硬いですね。どうする？いや、なんかお茶とかに入れてみれば、うん、ああ、そう、ちょっとお茶まずくなるかもしれないけど、お茶に入れて、そしても食べてください。歯列矯正器を持ってる人も気をつけてください。懐かしい味。私もなんか結構これ好きで、なんか日本に行くときにたくさん持って行きます。いつも日本で売ってないから、ひまわりの種も残念ですね。ひまわりの種はあまりなんか人気じゃないね、日本では。うん、だから残念だから。そうなんかロシア人とかベルギー人とかは、まあ、クレジーもそうなんだけど、ひまわりの種が好きで、普通になんかひまわりの種を皮むいて
食べる、うん、あの暇つぶしとしてとか一回始めてもう止まらないですね、うん、気持ちが分かる。次の代表はプレーニキです。やったもう美味しいです。これはね、うん、コロパンで作られたお菓子。マジで、うん、コロパン本当でしょ。コロパンから作られたお菓子なです。なるほどじゃあコロパンのクッキー。クッキー、うん、なんか結構あのみんな好きですね。いろんな味もあって、なんかミントの味もあって、うん、チョコレートね、ミントは一番好きです。ね、今回はちょっとミントじゃなくて、近くにそこにもなかったから、ね、中にジャムとかも入ったりしますね。たまになんかストローベリーとかラズベリーとかも、うん、食べてみよう。懐かしい匂いも、うん、ね、本当にちょっとなんか黒パンの匂いをするね。そうですね。うん、柔らかい。あ、懐かしい。もう本当にプレーニキ久しぶり。本当に美味しいが。あれ、もう全部お茶につけて食べるの。うーんそういうわけじゃないけど、でももっと美味しくなると思ってそうした。うん。私は子供の頃によくあのクッキーとかをあのお茶に入れて、そうで柔らかくなるまで待って食べる。はい。なしでも今もそうやってるんです。子供の頃から子供の頃からずっと。おすすめです。プレーニキ。おばあちゃんのところに来たような感じ。おばあちゃんと呼んでいいよ。おばあちゃん。もう一つ。もう少し。いいな。うん。優しいおばあちゃんですね。たくさん食べていいよ。こんなにも書いてないけど本当のおばあちゃんたくさん美味しく食べさせるから。そうそうそう、うん、はい、皆さんこんな感じです。東スラブ人のお菓子そう、伝統的な、まあ、お菓子なんですね。どうですか、なんか食べたいですか食べたくなりましたかそう、ぜひあのベラルーシとかロシアに行ったら、まあ、買って食べてみてください。はい、おすすめします、ね、じゃあ皆さん動画気に入ったらダイエットフォローお願いします。また会いましょう。パクパクラクバチェンニョアフィドゼインまた会いましょう